7月22日、横浜市青葉区でサマーフェスティバル一顔が開催されました。市川駅前にあるスーパーの駐車場を会場に行われるサマーフェスティバル市川は4年ぶりの開催となりました。会場は焼きそばやチョコバナナ、おもちゃなどの屋台が並び、大勢の来場者でにぎわいました。4年前のあの風景が本当に帰ってきたような感じですね。ありがたいです。本当に我々商店街の各お店と地域の皆様とのつながる場として、また活気のある街に作っていく中で、いろいろと協力できたらいいなと思っています。ステージの背景は横浜市を拠点に活動するアーティスト、若松修馬さんが描いたものです。金魚を描かせていただきました。僕の絵を見てエネルギッシュに明るくなっていただけるような絵を今後も描いていければなと思ってます。若松さんの絵をバックに、地元のダンススクールの子どもたちや市川高校ジャグリング部の生徒らがステージパフォーマンスを披露し、会場を大いに沸かせていました。今日は部員のみんなで1ヶ月前から考えてた演技を今回試して、皆さんも喜んでもらえるようなステージになれたと思います。何年かぶりの祭りで、すごい楽しいです。すごい、思ったより人が多くて賑やかで楽しいです。やっと開催されて良かったです。楽しい